今切りか、ああインポスターか、おお派手派手、サチコ、何の情報にもなんないですけど、2秒前には死んでた。はい、うん、バイタルか、うん、バイタルやね。慎太郎宿舎ターンだけどシェリフです。今回26秒ぐらいかな、多分。ごめんなさい、ミーティング登った人だけ最後足だけってなんかチラって見えたけど、足かお尻か分かんないけど、最後の最後、最後らへん。じゃあ僕じゃないね、最後は。俺が登りきってて、はい、ガミハイブリです。行ってるよ。ガミさんかな、多分。だからケツ見えてるんだったら。ああ、じゃあガミさんの。ハイブリさん、なんか止まったのは気になってるんですけど。止まってないけど。ああ、まあ、わかりました。うん、はい、で、僕はミーティングした、今。あ、てか、ガミさんからそれこそ俺の城出ないの？もう、慎太郎さんシェリフでそこいるなら、ほぼ無理だと、うん。金庫だけ切れるかなって感じですね。金庫も寄ってない、俺。まあゲンさんも無理かな、アルマさんは無理かな、うん、エレキです。エレキでアルゲンと会ってるから、うん、でメインのね、女性の部屋からずっと一緒に行ってて最後も見合ってるから、うん、あ、そうなんだ。え、そもそも脇は、アルマ、あ、ごめんなさい、アルマトータさんアーカイブ脇です。そうそう、アルマ君は下降りて、その後入れ替わりでアーカイブに行ってたら工藤さんが上がってきました。メインゲン工藤、うん、キッチンハイブリウメキャン、はい、貨物藤宮大文字、おエンジンがガミタンワキ。じゃあトータスさんも無理だな。トータスさんも無理っすね。貨物2人と宿舎がだって新様はシェリフだよね。え、僕宿舎、あ、それ、うん。でメインがゲンク、あ、トータスさんも無理です実際。え、梅ケンさん、ハイブリさん視点、ガミさんはどうなん？ガミさんがもしやってるとしたらエンジン脇でコックピットとかなんかそっちの方。なんか僕が通ったのがキッチン脇、バーガータスクやった後、武器庫エンジンでボタン押しに行こうと思ってたって通ってるところだけは死体はないし、一応位置的には俺の後ろにガミさんがいる、うん、あれ、これタン脇ってガミさんだけだ、ガミさんだけじゃない、ガミさんだけか、うん、ただガミさんが来てる場合その後ろを梅剣が通ってるから梅剣までセットになりそうな気がするよ。ガミさんはエンジンコックピット、エンジン脇コックピットハンドルタスク、うん、ボタン入んなかったんでミーティング行って登り終わったとこって感じです。はいはいはい、あんまりだから疑ってないけど、うん、左人通りは多そうだよね、うん、その場合ラインか基本的に。 あと手で直したやん俺ね、うん、ああ、うん、はい、慎太郎探すか。ナイス、ほい、うん、ガミさんじゃない場合はもう2人ペアのどこかしらってことになりますよね。うんうんうん、あとは脇もっかいだけまとめてほしいか、メインアーカイブ貨物の、まあ、左からあメインアーカイブ、まあ、メインクドゲンです。クドゲンでアーカイブがアルモモ、アルモモ、キッチンがハイブリウメケン、うん、貨物が藤宮大文字だっけ、うん、うん、ただ、ちょっとラインを否定したいのが、アルモモがアーカイブで湧いたけど、僕はゲンさんと工藤さんにメインで見られてて、で、しかも工藤さんと最後、トータさんと多分会ってるんですよね。はい。だから僕ら、メインとアーカイブ組は、2人とも2人を見てる。ああ。っていう感じにはなってる。ゲンアルラインならガミさんが企画してるとか、多分そういうことになると思うんですよね。じゃないと。あと僕、ハイブリ梅剣は、ラインはないと思ってて、その両人外だと多分僕死んでるんで。うん、挟まれてる形です。あ、てか、もっと言うとアルギンは さらにそこからエリキ行った時に藤宮ともすれ違ってる。あ、そう、うん、そうなんだ。この二郎もまあなさそうかな、俺視点は。なんか梅剣視点でハイブリガミに白は出せるけど、うん、多分、うん、ハイブリガミ視点で梅剣に白は出せないし、俺はガミ梅剣のラインはあると思ってるから、うん、ガミさんのどんぐらい前にハイブリさんって言ったんですか？視界ギリぐらいの。あ、多分、あ、じゃあ無理なのか。
はあはあ、じゃあ梅剣神かお回し伏見やってことかな、話聞いてる感じぽいね今んとこは。ただ伏見やな、俺はキリは難しいと思う。なんだろうな、いやそうね、それでお回しさんが実行犯っていうパターン。僕あごめんごめん、どうぞどうぞ。どこまで行ってるってことさ、それはメイン上がったぐらいだね。マジで移動しかしてなくないそれ。いやエレキの勝ちやって、今回構造が、7と8がつながってなくて8、5、6、3、2、1みたいな感じだから、勝ちタスクとあのスキルチェックタスクやって終わった時に下ら辺でアルゲンとすれ違って右上がってって感じ。 U の字で真ん中には右からしか行けないみたいな感じなんですよ、5と8が。そうで、うんちっちなんで。ただエレキ内には絶対死体がないから、まあ藤宮はキルできないと思うけど、うん、から右にタスクがないっていう認識になっちゃうけど大丈夫ですかね。まあどっちでしょう、藤尾だったら僕はおまおじさんの方がインポスターだと思う。おまおじさん手で直したんだよね。直した、うん、勝ち合ってもいなかったはずで、そうなってくると俺がキル、俺と藤宮くんのラインしかないよね。だって脇地隠してないとおかしいから、うん、馬残せそう。おい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 、藤宮くんって今アドミン方向から来なかった？開幕の方、うんうん、アドミンから来た。おう、まだ開始十何秒だと思うけど、いやいや壊れてないかなっていうのを確認しに行っただけ。残ってるから 次見てもらえたらね、残ってるの。怪しすぎやろ。やっぱりな、初手の移動を考えると藤宮くんはやっぱり怪しいと思うねんな。え、でもちなみに藤宮が怪しかったらおまおりさんも怪しいっすよ。おまおりさんも怪しい、うん、いやそれを甘んじて受け入れる覚悟で藤宮くんを梅神追ってますよ。いやだからコックピット行ってもらえればあの残ってるんだ。いやいや別に残ってるかどうかどうでもいいある。まあちなみに今回35秒時間があって、藤宮くんインポスターだったらまあ僕は切れる対面ではあったかな、うん、そうそう35秒か。今アルガミがミーティングに2人きりだったから、じゃあガミさんちょっと白いかも。僕もお互い様で、うん、ずっと2人きりだったから納得ぽんやろ。じゃあ藤宮くんがもう 俺が黒くなること覚悟で言うけど、いやいやもう遅いよ周りさん。いやいやいやもう遅いよ。しっかり手つないで。もう遅いよって何。手で直したらね大丈夫だよ周りさん。安心して。なんなんもう嫌やって。俺じゃないって。でもガミさんが白くなるんだったらシンプル梅剣さん。まあまあ白いなーってだけで。うんうん、そうそう。ビシロってなるんなら。でもこれ梅剣さん切ってる場合でもガミさんが隠してないとか、なんで知らないの？なんでこの釣るのこれって、なんで釣るの？釣るの？いや釣るの確定？いや確定じゃないの？流れではなかったよ。だってアドミンに気流が取れん届かん。どっかおらへんのかい。藤宮死んでるよ藤宮。まず宿舎左でベントから出てきてキル取った梅剣さんと、うん、アドミは残ってなかった、ゼロだった。死んだね。待って待ってごめん、もう一回工藤君言って。あ、僕が宿舎からミーティング直ではしごを登りに行った時にベントから出てきたピョッて出た梅剣さんと、その時ボタン通ボタンが光ってるような気がして、ただすぐ俺はしご登っちゃったから結局レポートじゃなくてボタン押しましたと、コクビットのアドミは0秒でした。結構情報あって、うん、5秒前に藤宮が死んで、で5秒以内にガミさんが死んでて、うん、で、まあ、シンさんはシーフだけど、原神は、両方無理ですね。エレキですね。うん、でアルマさんが、うん、アルマさんも今いたんで、この3枚大丈夫です。うん、はい、ハイブリ浮いてます。最後、展望デッキです。あ、俺浮いてます。最後、エンジンっす。到達最後、ラウンジアーカイブ館のドア開けた瞬間です。工藤さんが切ってました。
古畑任三郎でしたみたいな。くだばらさんって梅健さんの現行犯ではないんだっけ、弁当だけ、弁当から出たのは 100% 自信があるんですけど、その後レポートボタンが光ったような気がするってぐらい。あーはーはーはー。でもさすがにやってると思うんだけどな。でもこうなったらね、貨物脇、まあ漂白じゃない限りおまおじさんが所でやってないってことになるから、うん、梅健さんがやっぱり、まあ、うん、硬いのかな。藤宮来るなことある。俺藤宮さんマットで同時に弁当から出てきて切っちゃったんじゃないかなと思ってんだけどな、証拠になり。見てないからあれだけど。まあその場合はおまおじさんも一応人はあるか。やっぱりまだまだ全然、ガミさんが死んでるので、しょって埋めけができないので、ね、多分。はいはいはい。ああ、工藤間か。なるほど。はい。いや、埋めけは確定なんだろうけど。埋め、はい。まあ、今日埋めけさん釣ります、ちなみに。ああ、じゃあもう、工藤様やるらしてください。ああ。工藤間っすね、僕視点は。これ、埋めけさんのマットはない？やったらごめんなさい、俺が間違えただけ。いやー、でもちょっとしょうがないっすね。まあ一応僕ボタンないから、僕は絶対米サバ行くんで。あれでも梅入って誰かから塩出されてなかったっけ、ガミさんとか。あ、ガミさんか、うん、なんかそう、ガミさんが自分を切りそうみたいな話してたよね、梅入だった。ああ、そんな話があったね、うんうん、あ、間に挟まってんのが自分やから、切れる、わざわざ切れるのは切れる位置にはあったと思う、お互いに。あ、ワンさんもいるもんさ、みんな。まあそんな気がする。ここはこれでいい。はいはい。はい、おお、あ、違うん。まあ基本的に僕梅健さんインポスターで置いてるんで、うん、まあ基本的にはハイブリさんっぽいけど、ああ、そっちは笑って。ガミさんが死んでエンジンターン脇が規定されて、うん、藤宮くんが死んだから、だからまあ脇がもうキッチンぐらいしかいないかなって。あ、でもね、まあ、素直に行くとそうだね、貨物がライン否定で、メインアーカイブが結構 2-2 で見合ってて、エンジンも否定だから、そうね、まあ梅をまか梅ぶりかな。そうそう、間違えて切っちゃった、あの場合はもうおじさんは一応ある、初で切ればね。そうだね、わかる、そうだね、そう、うーん、じゃあわかる、それはわかるがって感じ。じゃあローラしてもらって全然構わないです。俺結構辛いんですよね、タスク。うん、まあローラ大丈夫か、さすがにその2人が両クルーってないよね、盤面的に。まあ僕は梅をまか梅ぶりで終わると思うけど、うん、いや、そうだね、俺もそれは思うし、ローラはオマが飲んでくれるんだったら全然俺はあり。あ、行けます、行けます。メインが確か誰だっけ。いや、新さんに説明すると、うん、さっきのキルが僕目線でも原神が絶対無理で、5秒前に藤宮が死んで、うん、で5秒以内に神さんだから、でってなると、僕目線トータスさん初的絶対やってないから、アーカイブが2人で湧いてるから、そうで、ってなると工藤さんしかないけど、工藤、梅健さん黒で送んなったら工藤さんで絶対白だと思うから。あ、確かに。あ、じゃあそう、梅をまかう梅ぶりだと思う。あ、とりあえず俺自身は本当にキッチン湧いてないのよ、梅健がインポスターであろうが何であろうが、うんうん、湧いてないから他のところで湧いていて、で、神さんが死んでることからエンジン湧きもないので、まあ普通にどっかでヒューマンエラーが起きてるぐらいしかないので、俺はキッチンでバーガータスクっていうか絶対湧いてないのが確定してるから、俺が最後にキッチンずっと残ってるというか、しばらく滞在してるから、うん、あと梅尾間の場合は富士京ですよね。そうなんだ、梅尾間の場合は富士京だと思うでしょ、うん、うん、だから俺は富士京やと思ってるよ。じゃあ梅尾間っすか。じゃあ梅尾間っすか。富士京だけど梅尾間っすか。あ、まあまあ、それはないから一応、うん、全然ある、全然ある。だから、ハイブリさんからいきますけど、ハイブリさんがつっても間に合うとは思う。うん、あ、オッケー。これで終わらないことなんてあんの？終わらなかったらあなたですよ。うん、いや、俺やん。なんなんそれ。うん。まあ、オマまでお願いします。はい。あれ、何があった、何があったの、これ。ちょ、マジで。マジで何があったの。事故っとる。大事故。あ、梅健さん切ろうとしたらピョンピョンって出たんだ。もうそう、メインベント待機して、ドア、宿舎ドア開けた人ピョンって出て切ろうと思って、工藤さんが開けて出てきた瞬間切ったら、うん、同時に藤宮くんも同じベントから出てきて、あ、はしゃぎすぎや。そっちにむしゃって座れていった。そうなんや、なんかそっちを
黒猫とのライン繋がろうと思ってガミさん切ったらなんか全部詰まってるのかと思って何が起きたんやろうと思ってたよし、じゃあ行きますかね。はい、お願いします。